女子プロレス、スターダムに参戦する北欧スカンジナビア半島の強豪、スカンジナビアハリケーンが存在感を見せつけた。18日の大阪大会でジュリという WF ルールで激突して敗れたものの、巧みなグラップリング技術を披露し特大のインパクトを残した。12月2日の愛知、ドルフィンズアリーナ大会では、自称、女子プロレス界の人間国宝。 こと高橋七重という WF ルールの一種格闘技戦が控える。25日の埼玉、佐山市民総合体育館大会では、極悪ユニット、大江戸隊の流悪夏と対戦した。この日もグラウンド戦に持ち込み圧倒的な強さ見せつけたハリケーン。しかし中盤では、流悪夏に強烈なパワーボムからの戦闘音を暗いもん絶する場面もあった。 それでも強烈な打撃をお見舞いし、反撃に出ると流悪夏の必殺技、冷蔵庫爆弾、ダイビングボディープレスを回避し、コーナーに上がってダブルニースタンプを投下。流れを一気に引き寄せると、最後はハイキックをズバリと決めて3カウントを奪った。完璧な勝利を決めたハリケーンはロープ上で決めポーズをし、大型台風のような目まぐるしい速さで控室へ消えていった。